よう、マブチ。待ちかねたぜ、カスガ。お前らは直接この手でやらなきゃ収まらねえと思ってた。その割には俺らの首に賞金かけたって聞いたぜ。部下に丸投げしてたんじゃねえの。うん。蝶はどこだ。この建物にいる。今んとこはな。あ？今んとこ？もうあの世に生きかけてる。なんだと。よう、わしらも手貸そか、マブちゃん。いえ、結構です、石尾田さん。我々も安く見られるわけにはね。あなた方とはあくまで五分で杯交わさせてもらいたいと思ってますんで。ラオマーの周りにいるのは手だれです。ナウテの殺し屋たちで、ハンピン・リューマンの切り札と言っていいでしょう。へえ。さらに奥に控えてるのは近江連合の方たちです。となるとですね。わかったわかった、いいよもう。半端ねえ状況ってことだろ。でも何聞かされたって関係ねえ。俺らが逃げりゃ蝶は死ぬ。それだけ分かってりゃ十分だ。そう邪険にしないでください。カスが一番やな、踊れが。初対面で慣れ慣れしいな。あんたは荒川真澄中心山に椅子ぶんどられて恥さらしとるもんや。何？おう天道な、見た顔やろ、あのもじゃ頭。大工がちゃかぶっ放した男や。それが今じゃピンピンしとる。はあ、わしら大工の隠し事を見てもうたんかもしれんの。カスガ、やつが天道だ。頭補佐の最後の一人、元ボクサーってやつか。確かにいい言い難いしてんな。お二方はそちらでくつろいでてください。これから一つ余興を楽しんでいただきます。何か訳ありみたいだな。口が聞ける程度には生かしとく。あとはたっぷり時間をかけて可愛がってやろうな。最後にお前らが言うセリフは何になると思う？随分気持たせるんだな。早く殺してくださいだ。刻んでやるよ。私の番です。してみろ。プレゼントだ。どうしようかな。私が相手です。ラピア、俺の番だな。舐めないでくれ。答えを見せてやる。してみろ。絶対負けない。あっち来い。行くぜ。ここで。私の番ね。かかってやる。ふざけるな。こいつだ。ねえ。さて。なめんなよ。苦しむがいい。怪我しますよ。なめないでくれ。頑張ります。あっち来い。奥の手。してみろ。それ。よし。二回目に合わせますよ。どこで出会いよ。私が相手です。
の番でしょ。なるほど、絶対負けない。どうしようかな。私が相手です。ほら来いよ。何でやる。笑って笑って。かかってきなさい。してみろ。絶対負けない。俺の番だな。私に勝てますかね。とっておきだ。勝てますよ。さて、プレゼントだ。ほら来いよ。おっと、私の番ね。ラトシアイであるか。とっておき。逃がせますよ。痛い目に合わせますよ。さて頑張ります。なめんなよ。どっから切ってほしいんだ。奥の手。私が相手です。は？私の番。してみろ。苦しみがいい。よし、勝てますかね。かかってきなさい。見せてやるよ。全力で行くぞ。私が相手です。見てなさい。やるか。私に勝てますかね。覚悟はいいですね。ぶっ飛ばしてやる。見せてやる。それ、うん、あ痛い目によ。どっからに、プレゼントだ。
プラついとる下級ランカーとチャンピオンが同じリングに上がれるかいな。オウミの直れんなる。おもろいのが出てきよった。わしら喧嘩相手がおらんようになって久しさがいの。俺らを見逃したこと後で後悔するぜ。ほう、そいつは楽しみや。天道は飯食うとき一番うまいもんを最後まで取っとくタイプや。アホやであいつは。そないな真似したら他のもんに食われるがな。肩慣らしはもういいよな、みんな。バカ野郎、喋らせんな。余計な体力使っちまうじゃねえか。コミシェルの人、奥の手とかあるなら今出して。おう、使える男、頼むよ。私に頼らずとも、あなた方はまだ切り札をお持ちのようですよ。え？だから無茶しすぎなんだよ。お前はもうお前らと一緒に面倒に巻き込まれるのはごめんだと思ったけどよ、すっきりするどころかどうにも気になっちまってよ。ナンバーだからその手伝わせてくれよ。ナンバーナンバーなんちゃん。くそ、全然かっこよくねえぞこの野郎。どこ行ってたんだよちくしょう。なんやおったんか悪い、また裏切んのか。さすが嫌なとこズバッとついてくるぜ本職のヤクザは。でもこれは裏切りなんかじゃねえ。俺はもう迷わねえ。はあ、悪いなみんな、今日は俺の日だ。ったくまとめてやったるわ。で、ナンバよ、俺らと離れている間にちゃんと成長してきたんだろうな。成長？こういう風に合流するときはだいたい成長して強くなってたりするのがお約束だろう。なんだよそのお約束って。まあ俺も手ぶらじゃカッコつかねえし、新しい技くらいは考えてきたぜ。うん、マジか。頑張ります。さあ来いよ。絶対負けない。おいおい、どうしたんや。見せてやる。逃げるなら俺だ。来てみろ。俺の番だな。ぶっ飛ばしてやる。それ俺を置きな。どうしたんや。なんてな。私の番ね。とっておき。やんのか。くらえ。舐めるといっぱいの。ほら来いよ。やんのか。見てろよ。や
痛い目に合わせますよ。やるか。頑張ります。奥の手。
ておきだ。全力で行くぞ。私が相手だ。舐めると痛い目見ますよ。舐めんなよ。苦しむがいい。私に勝てますかね。来てみろ。見てなさい。かかってきなさい。怪我しますよ。覚悟はいいですね。見せてやる。さあ。やるか。なんて倒れるか。食べに行きましょう。セーラー。プレゼントだ。ほらやるぜ。なめないでくれ。見せてやるよ。固まった。ほら。くらえ。苦しむがなめんなよ。なめると痛い目に遭うよ。覚悟しな。よし。私が相手で。俺に任せとけ。俺の番。取っておきだ。私の番。セーラー。プレゼントだ。やめないで。痛い目に合わせますよ。ザコだ。やりすぎなさい。絶対負けない。行くぜ。強くなった気がするぜ。テンション上がりますね。やった。一つ上の男。お前のおかげで命拾いしたな。何回目だっけ？添えちゃいねえよ。なあナンバー、あんたこの後予定は？え？ついでと言っちゃなんだけどよ、もうちょい手伝っちゃもらえねえか。できれば助けてくれよ。俺にはあんたの仲間の助けがいるんだ。こんな俺を仲間だってまだ呼んでくれんのか。ああ当たり前だろ。しょうがねえ連中だな。おお、ずいぶん上からじゃねえか。マジでマジでしょうがねえ連中だよ。相変わらず素直じゃねえな。うるせえよ。確かにしょうがねえ連中だけどお前の仲間だぜ。頼むぜ。ありがとう。おかえり、なんちゃん。なんだお前、泣いたのか。なあ。ええ、
春日君、こっち。誰だよ、俺に会わせたいって。お前の昔の知り合いだってさ。ただ春日君以外の人にはまだ顔見られたくないらしい。そいつがあんたを助けてくれたってことか。まあね、と言いつつその人も近江連合なんだけど。名前は？聞いてない、教えてくれなかった。会ってみりゃ全部わかるか。そういうこと。あ、お久しぶりです、兄貴。ミツ、てめえ、ミツ、おい、無事だったのかお前。無事と言っていいもんか分かりませんが兄貴に比べりゃマシだと思いますよ。どうしてたんだ。俺、無所出てから分からねえことだらけだ。お前、最近親さったわ。滅多には会えません。雲の上の人ですから、今の親さんは。そうらしいな。それでも俺は今も荒川組の組員です。近江連合にはなっちまいましたが。お前も近江なのか。長さんを助けたのは俺の独断です。バレりゃ始末されます。じゃあ俺とこうしてるのはやべえってことか。ええ、ここで話せることは多くありません。ただ一つだけ兄貴のお耳に入れときたいことが。え？荒川のおやっさんはそう遠くないうちにある博打を打ちます。その時には一人でも多くの味方が必要になります。一人でも多くの味方って？これ以上はまだ話せません。すいません。ミツ、また連絡させてもらいます。アンピン・リューマンはこれからどうなるんだ。春日君も結構酷なこと聞くね。マブチのおかげでもぐっちゃぐちゃだよ。肉の壁はすっかり穴だらけ。近江がその気できたらもう持たないね。そんなにひどいのか。ああ、すぐに立て直さなきゃマジで終わり。ところがボスがこんななりじゃねえ。見てるだけで痛そうだよ。だから俺は総帥の座を降りようと思ってさ。え？ハンピン・リューマンにとってボスが誰かは大きな問題じゃない。何よりも大事なのはうちの部下たちに安心できる住処があるかどうかってこと。わかるでしょ？ああ、ハンピン・リューマンができた時の話は聞いた。でも今の俺にはそれを用意できるだけの力がない。もともと人をまとめんのは柄じゃない気してたんだけど。俺、親父が先代だったからさ。ちょっと待てって。じゃあ次の総帥って誰か当てはいんのか。一人タフでずぶとそうなのがいる。春日君も知ってるよ。は？誰だよ。孫飛さん。孫飛ってハンピン・リューマンのボスにコミジュルがか。今日まで
狭い壁の中で龍マンとコミジルは水と油だったけど、その壁が崩れそうな今、お互いに背中預けなきゃ自分たちの居場所は守れない。ああ、それが納得いかないってうちのメンバーはさらに去っていくだろうね。仮にそうなったとしても偉人さんは大きく体制を見直す時だよ。なるほど、ちょっと見えてきたぜ。おお、何が？孫悲がハンピン龍門を束ねりゃ、アジトを焼かれたコミジュルにも居場所を作ってやれる。あんた自分の部下だけじゃなく、コミジュルの連中も助けてやりたいんだろ。春日君ってさ、野暮なことまで全部口にしちゃうのな。あんたいいやつだよ。器もでけ、俺が見込んだ通り。だからやめろって。でもまあ、偉人さんはお前らに大きな借りができたよ。青龍会も感謝してると思うね。青龍会か。なら、あの会長からはちょいと貸しを取り立ててやるかな。ああ、貸しを取り立てるって？だが俺はこの偽札をお前に持たせた人物に心当たりがある。あの人には聞きてえことがある。今の俺らになら話してもらえそうな気がするんだけど、あんたどう思うよ？おお、いけると思うね。案外抜け目ないじゃん、春日君。じゃ、くれぐれも星野会長によろしく。